よし、乗れ、乗るんだ。うわ、乗らない、やばい、走り回ってる、やばいやばいやばい、トロッコが勝手に、あ、誰か乗った。はい、皆さんこんにちは、リュウケンです。リュウクラパート84やっていきましょう。まずは前回のリュウクラ。前回はウリボーとキノコライト集め対決をした。ネザーとオーバーワールドでどっちがたくさん集められるかの勝負。結果はネザー派リュウケンの勝利。ウリボーも頑張りました。っていうことで今回はですね、メリーゴーランドを作りたいと思います。はい、ということでこのリュウクラワールドにメリーゴーランドをね作ってみたいなと思ったので、今回はねメリーゴーランドを作ってきます。ウリボーさんはですね、前回の木のね後処理というかそれでは早速いきましょう。メリーゴーランド作り、使う材料はこんな感じ。こちら磨かれた戦力岩とかジャングルの木の木材とか、まあいろんなねちょっと素材を使っていこうかなと思ってるので、こんな形になります。でメリーゴーランドといったら、まあ真ん中でねこうぐる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 回ってると思うんですけども、そのね回る材料はねこのねレールとかを使って回していきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。土が置いてありますが、こんな感じのね枠組みで作ってきます。今ここがこれ5マスになってて、で1マス後ろ下がって2マス置いて、斜めに111と、まあ、3個置いて、でまた2マス置いて5マスっていう感じの、こういうね丸になってます。これをベースにどんどんと作っていきます。まずこのね土の前に、こちらクリムゾンのね階段、これをね置いてきます。じゃあウリボくん一緒に置いていきましょう。はい、こんな感じで、そしたらこの今ね置いてあるこの土はちょっと仮置きなんで、これを壊して、こちらジャングルの木の木材、これにね変えていきましょう。はい、オッケー。こんな感じのね広い空間ができましたね。もう寝てるし、もう寝てるし、おやすみなーさい。続いてこのねでっかい円のど真ん中をちょっと探して、ここがねちょうどど真ん中になってます。これを中心に 3×3 のこの9マスだね、これの周りにこういう感じでね磨かれた戦力岩を置きましょう。はい、そうするとこういう形になります。でこれをね上に伸ばします。高さはねこれを1として4マスなんで、1、2、3、4で今ね磨かれた戦力岩をこう置いてって、で5マス目の部分、適当なブロックをねどんどんと置いてってください。はい、オッケー。こんな形になってますね。そしたら一回降りて、このね角の部分、ここにですねこのキノコライトをね置きましょう。でそしたらですね、こちら歪んだ階段、これを逆さ向きにこういう感じでね置いていきましょう。届かない届かない、ウリボ届かない、それ素材1個でもね伸ばしたくないみたいですね。それではね続いてですね、ここまでできたらもうね上の部分の、まあ屋根か、屋根の部分をねどんどん作っていきましょう。メリーゴーランドっつったらねちょっと豪華なね屋根がドーンってあると思いますが、それを頑張ってね表現やっていきましょう。天井作りはですね、こちら雪、これをね使ってきます。このねさっき置いた階段、ここにまず雪をねこう置いてって、このね5個置いてあるところのど真ん中、ここだね、ここにこのねハーフブロックのクリムゾンをまあ下付きに置いて、あーい、はーい、これハーフ使う理由としてはね単純に節約ですね。でこれをですね、ここを1として 2、3、4、5 5マス伸ばします。で5マス目の場所はですね、これハーフだとちょっとやりづらいので、これフルブロックにしちゃいましょう。でこのね5マス目の場所にこちら階段クリムゾンを、よいしょ、逆さで置きましょう。ここまでねできたら、今度はですね角っちょの部分に雪ブロックを置いて、ハーフこんな感じでクリムゾンのね木を3マス置きましょう。でこの3マス目はですねハーフじゃなくてフルブロックにしましょう。これがね屋根のね外枠の部分になるんで、はい、今ね途中経過こんな感じになってます。結構複雑になってきたね。じゃあちょっと暗いんでね一回、痛い、落下した。さあここまでできましたらね、雪をね全面に入れてきましょう。こういう形でねどんどんと埋めていきましょう。オッケー、こんな感じでできたら、今度はですねここの階段に置いてた場所はこんな感じで階段をね置いて、このね斜めのライン、ここはですねフルブロックを置きます。はい、ここまでねできたら、今度はですね天井にキノコライトを埋め込んで、でここのね周りに柵をね立ててきます。ではまずねクリムゾンの柵、これをですねこのね2マスある木の外側の後ろ、ここにですね置いてきます。こっちも同じなんでこうで、あとは今ウリボーがやってるように伸ばしてきます。
はい、オッケー、こんな感じですね。柵をつけるとすごいなんかそれっぽくなってくるね、だんだんと。続いてキノコライトをね、天井に、ね、埋め込んでいきます。この柵を置いた後ろ、ここだね。こんな感じでね、置いてきます。オッケー、いい感じにねなってきましたね。いいね、いいね。さあ、ここまでできたら今度はですね、こちら雪をね、この一番端っこの場所に2段置きましょう。1、2と。でクリムゾンも2段置いて、で次はキノコライトを置く。でクリムゾンをさらに置いて、クリムゾン、クリムゾン、雪、雪と。こんな感じの形になってれば OK ですね。ブルボクもね、無事完成しましたね。そんな感じで、あとね、残り2つやっていきましょう。ウリボー、何やってんの、ウリボー。ちょ。あー、ウリボー、業者人からラバーを取り上げております。はい、あれ、今ね、あそこにですね、ぎゅうぎゅうに詰められてるラマ軍団がおりますが、今回のね、メリーゴーランドはですね、ラバーをちょっとね、使おうと思ってて、ちょっとね、ウリボーくん頑張ってますが、僕はね、作業をね、進めていきたいと思います。ウリボーがね、あーだこーだやってるうちに、こちらね、終わりました。おかえり、ウリボー。続いてね、このね、斜めの場所、ここはですね、雪をまず置いて、キノコ。雪、キノコ、雪という、そうするとこういう形になりますね。はい、こんな感じです。すごいね、いい感じにキノコライトが輝いてます。それではね、ここまでね、できたら、今度はね、またまたハーフブロック、カッコクリムゾン、これをですね、このね、上にどんどんと重ねてね、置いていくだけで大丈夫です。で次はですね、このプルパーのハーフブロック、これを使いましょう。これをね、1個内側に入れたいので、こんな感じでね、土を置きましょう。この土の上付きにこう置く。これをね、こんな感じでね、並べてきます。するとね、こんな感じになります。このね、土の場所、僕はね、ちょっと節約のために見えない場所をね、土とか適当なブロックを使ってます。で次の段はですね、こちらエンドストーンレンガのハーフブロック、これをね、こうやって置いていきましょう。続いてカットされた赤砂岩ハーフブロックを使います。さあ、結構ね、ここら辺ね、実際やってみるとね、割と大変っていうのがね、わかると思います。大変でしょ、ウリボー、これ。まあでもなんかウリボーは結構楽しそうにやってくれてるんで、まあ良かったですね。続いて解消レンガのハーフブロック、次は磨かれたブラックストーンのハーフブロックで、次はハーフブロックカッコクリムゾン、またまた登場です。で次はプルパーのハーフブロックを置きましょう。で最後はこちら雪をね、まあ、こういう感じで置いてって、で最後にキノコライト、これをね、上にボーンとつけましょう。オッケー、これでね、屋根完成でーす。じゃあちょっと一回降りて見てみましょうか。せーの、バイ。おー、いいね、結構綺麗だし、いい感じになっております。どう？いい感じですか？拍手してくれてる。続いてですね、メリーゴーランドのこのど真ん中のこの柱ですね。これをね、ちょっと飾っていきたいと思います。この柱にはですね、鏡っぽい感じのやつついてると思うんですけど、今回はね、旗で鏡をね、再現して、ここに貼っていきたいと思います。まず、白の旗、これをですね、中に入れて、薄灰色の染料を入れましょう。下方向グラデーション、これをかけてきます。よいしょ。そしたら次は白の染料を入れて、左斜め下向きの模様、これをね、入れましょう。よいしょ。で、そしたら黄色の染料を入れて、黄色の縁、これをね、つけましょう。よいしょ。はい、オッケー。そうすると、はい、黄色い縁のね、鏡っぽい感じになってるね。どうですか、ウリボーくんね、いい感じでしょ。これをですね、こんな感じでめっちゃ踊ってた。こんな感じでね、全面つけてきます。で、さらにですね、この角の部分、ここにね、果てのロッドをね、置いていきましょう。これをね、このキノコライトの場所からこういう感じでね、こんな感じ。で、こう置いたら、このね、下の木の部分は壊して、キノコライトに変えましょう。ん？どうした？ウリボー。あ、なに？あー、なるほどね。確かにね、上にね、この緑の階段があるからね、下にこういうのあってもいいかもしんないね。あ、いいじゃん。あ、いいですね。これ採用ですね。では続いてね、メリーゴーランドの要の部分になる回る場所作っていきましょう。まずね、このね、レールですね。これをね、2列でやりたいので、まずですね、この鏡のね、前のここを壊して、ここにですね、レッドストーン松明を置きましょう。で、蓋をすると。で、加速レールをですね、こう置いてって、こんな感じで5個ぐらい置いて、で、レールをこう置いて、加速レール、まあ、こんな感じでね、下にね、松明を仕込みながらレールを引いて、これぐるっと一周させましょう。
するとね、こういう感じになります。今度はですね、ここを1マス開けて、ここにもね、同じ感じで置いてきます。オッケー、できました。こんな形になってます。ここまでできたらね、もうちょっとね、床のね、飾り付けが欲しいので、こちらレッドストーンランプ、これをね、仕込んでいきましょう。まあ、適当にね、ここら辺1個壊して埋める、壊して埋める。オッケー。さて、さあ今ですね、ラマをね、ちょっと準備してたんですけど大変なことになってます。ピンクが荒ぶってんな、ピンク荒ぶってんな、なんだあいつ。じゃあちょっとですね、大暴れしてるんですけども、早速ね、トロッコに乗っけてメリーゴーランドを起動させたいと思います。よいしょ。この間トロッコ置いて、誰でもいいよ、乗って、こいつをね、まず乗っけましょう。よし、乗れ、乗るんだ。おー、乗らない、やばい、走り回ってる、やばいやばいやばい。ラマって何、こんな活発すぎだったっけ。誰か、おー、トロッコが勝手に、あ、誰か乗った、水色が乗った。よし、いいぞ。このまんまね、とにかく置いて乗ってもらおう、みんなに。あーはーだらららら。いいじゃん、ほら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 、乗ってる乗ってる、いいねいいね。いい感じに、いい感じに乗ってきた。やばい、大惨事だ。とりあえずね、全員ね、乗っけよう。乗れ乗れ、いいよいいよ。よし、乗った、乗りました。メリーゴーランド完成でーす。ちょっとね、説明が後になってしまったんですけども、今回ですね、ラマ軍団をね、使ってメリーゴーランドを作ってみました。ウリボ乗ってんな、てか渋滞が起きて、もうね、大変なことになってんだけど、あまりにもね、ヤバすぎて脱線してるやつがいる。よし行って、よし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 。でもね、どっちかっていうとコーヒーカップだね、これね。って感じでね、今ね、ラマがこれね、全色います。16色のね、カーペットを使ってるんで、16体のね、ラマが今、回ってますが、だいぶカオスだな。で、最後にですね、このメリーゴーランドの周りに柵をつけていきたいと思います。はい、ということで、今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。無事、メリーゴーランド完成いたしましたね。結構ね、見栄えも綺麗で良かったんじゃないかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、評価お願いします。また Twitter、Instagram やってますので、フォローお待ちします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リュウケンでした。グッバイ。